人気アイドルグループ、日向坂46が8日、宮崎県の日向サンマリンスタジアム宮崎で野外音楽イベント、日向フェス2024、2日目公演を開催。前日7日の初日公演と合わせ、2日間で約4万人を動員した。日照時間が長く、日本の日向とも呼ばれる宮崎県。日向坂46は、前身、欅坂46、呼び方、ひらがな欅、から2019年2月に改名、日向、つながりで、冠番組のロケなど同県と交流を続けた縁もあり、同スタジアムでのフェス開催が実現した。2期生のニューアカリ23は、まずはこんなにもたくさんの、お日様、ファンの総称、が集まってきてくださったことも嬉しいです。天気も雲一つなく、すごい天気のお日様にも恵まれまして、日向フェスは絶対に最高に楽しい思い出になることが間違いなしだと思う。皆さん、前回一緒に楽しみましょうと呼びかけると、一期生の高瀬愛菜25は、ずっと宮崎でライブをしたいという夢を持っていたけど、フェスという形で皆さんと楽しむことができるという夢が実現したと声を弾ませた。アンコールでは、18日発売の最新曲、絶対的第六感を披露。ダブルセンターを務める正源司陽子、17、と藤島加穂、18、の4期生コンビ、が躍動した。また、11月から全国ツアーの開催をサプライズ発表。12月25日、26日のツアーファイナルでは、2度目となる東京ドーム公演が決定した。日向坂46は、2022年3月に、3回目のひな誕祭として、目標に掲げてきた東京ドーム公演を初開催。メンバーは再び大舞台に立つ夢を明かしていた。キャプテンで1期生の佐々木久美28は、初めて東京ドームでライブをやらせていただいた時は、コロナ禍で、声もまだ出せない状況だったので、完全に皆さんに楽しんでいただける状態での東京ドームは今回が初となります。そして、ずっとずっと今年1年、私たちは宮崎、日向フェスの成功、そして東京ドームでできたら、というのを夢にしていたので、その夢が叶うと思うと、とてもとても嬉しいですと歓喜。宮崎の地から始まって、東京ドームへ日向坂46行きたいと思います。皆さん来てくれますかと呼びかけると、会場から大歓声が上がった。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan sus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.